Welcome to Gundam Online。 どうも、シフです。今回背負ってゲルググで、グフ入れてます。これもまたなんとなくです、うん、まあ、今のご時世、ここのマップでグフはどうなのっていう話。3を取れたらグフは生きる。3を取れないとちょっときつい、かなりきつい。日は熟した。今回惜しかったな。なんせね、まあイエス出ただけ。出撃するぞ、各位。死ななかったら火を消しましょう。3と言いたかったんだけどな。いや、フォローしてって。どうだろう。まあ、こうすると南から行けるから、そこはうまく。こういう時に限って、コンテナ回収クエストはありません。ダッシュとかいう鬼畜クエスト。挑んできた勇気は褒めてやる。回収を優先させる。これビームコーティング。回収を優先させるぞ。隙が多すぎる。なんかすごいとこ歌えたな。あれを叩き落としたい。ナイスナイスショットですね。逃げればいいもの。弾が欲しい。ギルゲー行きたいですよね。いや、ビムシュよかった。ビムシュで、いや、ギルゲーはね、エピソード話すとものすごい出なかったですから。私が金が出なかった、まあゲル悪党作もそうなんですけど、に匹敵するぐらい出なかったですから。とだか結局ビムシは出なかった。金で。だからまあ、もう使うことはなかった。使うこと少なかった。こういうところでいるといないんだよね。敵はいないんですよ。この差が結構出るんだよね。出撃する地点を選択する地点を選択してください。この差結構出てると思いますよ。なんでポンってなった。そしてなんで敵です。なんで盾じゃなかった。意外と盾らない。すごい音だね。出撃する地点を出撃する地点を選択してください。
お、出た。あれが選手いけるか。回収優先。まずは踏み込みが浅いな。諦めるな。踏み合わせ。まだ戦える。感謝します。修復すればまだ戦える。食べてろ。雑魚扱いしないでね。食べてろ。出撃する機体を、出撃する地点を選択してください。行くぞ。膠着、大膠着ですね。お互いね、前に出ると即溶けするカルピンフレーク状態なんで、こうなるのは仕方ない。背筋を正して出直してこい。中距離でもバンバンから撃てますか。今はオリシェや。立てた。当たりすぎだ。少しはよけろ。残りましたね。ここさえじゃない。回収。やっぱこの辺だね。さらにできるようになったな。やりました。敵艦を破壊しました。そんな動きはいいぞ。届くんだ。イエス。回収優先。まずは回収が先決だ。イエス。当たりすぎだ。少しは避けろ。いい機体でしょう。あれをリペアしようとしてきてっぱいらっしゃ。言えてね。リペアしようとしているところを狙うとですね。釣るんです。リペアを釣るんです。敵は多いから、リペアが多いこと知ってるんで、そこを釣るんです。さらにできるようになったな。回収回収、とにかく集めよう。でこれ嫌な予感しかしねえけど。私手加減はできませんから。回収優先。まずは回収が。大丈夫。おデブな GP ゼロついても気にいるんだよな。あれぶっ潰したいな。ナイス。攻撃。ああ素晴らしいです。痛いです。当たりすぎだ。少しは避けろ。リペアが欲しいっす。まずは回収が先決だ。誰か
修理を頼む。ナイス突です。回収を優先させましょう。だから砲撃とロックンが分かんねえんだってこのゲーム。挑んできた勇気は褒めてやる。回収優先。まずは背筋を立てて出直してこい。いやー素晴らしい機体ですね。そして繋がれた。回収回収。とにかく集めよう。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。行くぞ。だがカメラは生きている。これまずいよこのパターン。誰も撃ってねえし。レーダー故障か。だがカメラは生きている。敵艦を叩き落とした。逃げればいいものを。ギリギリズム。回収優先。まずは回収が先決だ。は？あそこから入ってきてんだけど。好調です。ピンポイントや。回収を優先させましょう。いやー、いい機体でございます。回収を優先させましょう。こういった瞬発力がすごいある。抵抗しとった間は群を抜いてますね。最高速度も返し。回収を優先させるぞ。出撃する機体を選択。出撃する地点を選択してください。こけろ俺ごとこけろありがとね。なぜ死んでるんだ。登れないか。緊急起動開始。援護して。回収優先。まずは回収が先決だ。レーダー故障か。外れた。だがカメラは生きている。
んできた勇気は褒めて。挑んできた勇気は褒めて。落とされたとはことを損じるということ。ナイスだわ。あれがあるからね、ちゃんと壊せなきゃ。出撃する機体を選択、出撃する地点を選択してください。少しは避けろ。おい、今の当たってねえだろ、どう考えても。お前、そりゃねえべ。おい、今の空とか地上判定とか当たりすぎだ。アホですか今の。お前見てたじゃんか。どう考えてもこのなんかクーちゃんで納得いかないわ。出撃する機体を選択、出撃する地点を選択してください。この4号機浮いてたろ。うるせん。援護する仲間がいないとこうなるのさ。傷ついただけだ。いけ。なぜ負けたか。配管を砕け。出撃する機体を選択、出撃する地点を選択してください。回収優先。まずは回収が先決だ。さあ、この差はちょっとめっちゃ撃たれてるんですけど、すげえ速さだ。落とされたのと。はい。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。厳しいね。だけどこれ。GP 取るとすげえ乗ると強い、強いというか前に行けるんで、ただジャンプはできないですけどね。ビームコーティングめ。出撃する機体を選択、出撃する地点を選択してください。当たりすぎだ。少しは避けろ。こちらの子。ああ、邪魔された。一歩届かない。出撃する地点を選択してください。回避させてもらいます。
セオリスが大丈夫だって簡単に動きが読めた。聖説は火の打ち所が悪い攻撃ってやつだぜ。おうっつぁめ落とされたのか。おやおや、整備不良かい。残念。ホワイトベース、急速上昇します。ちょっと、敵営するときに前にちょっと出てほしかったな。そしたら3を取り返して、そこからちょっと分かんなかったんですけど、なかなかそうもいかなかったですな。硬かった。いや、敵のね、支援がいい仕事してたんだ。これ多分支援ですよね、やっぱ。MS 撃破をこっちがやってるんで、まあ、殴られたのもありますけど、いや、支援でしっかりと、その、あれですよ、ラインの押し上げをされてた。いや、わかんないですよ、どんくらいいたのかは。ただ、私は支援のいるラインまで突っ込むから、支援が多く感じるだけであって、そうじゃないのかもしれない。私が突っ込みすぎっていうのは間違いないです。ただ、ある程度、相手の裏の方まで行くと、こういう形で戦果が出たりするんで、まあ、ただ GP02 がハマった、今回はハマった。今回は GP02 ゲーでした。いや、素晴らしい機体です。多少耐えるから。まあ、ただもちろん集中報告だったらもう どうしようもないですけど。個人評価の報告です。GP02 やっぱりね、今一番やってて楽しいですね。よし。すごい戦果を上げていますね。とかやめろよ、ダッシュとかもうマジで。やめてくれよ。本部より報酬が届きました。そんな感じでございました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。